2月の株主優待この6銘柄ということで早速1つ目の銘柄はイオンですもう誰もが知る本当に非常に人気の銘柄ですねで8兆円ほど売り上げがあるにもかかわらずいまだに売り上げは伸び続けているというそういうふうな会社ですねで直近の決算では子会社の不正があって赤字決算出しているものの株価はそこまで影響してないという、まあ、それぐらいやっぱり人気の強い銘柄ということですね イオンっってていいうのは2月末と8月末末とと8が権利好きとなっています特典1として、イオンオーナーズカードですね。まあ、これを欲しいっていう人が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、イオンラウンジとかも使えるようになります。でキャッシュバックの率に関してはこちらの表の通りですね。100株から499株であれば3%とで。そこから4%、5%、7%と上がっていくんですけれども、株の保有枚数も上がっていくという、そういう風なシステムですね。 特典2として毎月20日30日はお客様感謝デーということで5%割引とキャッシュバックを受けることができますそして3つ目の特典としてはイオンハートイオンシネマイスポーツオーソリティイオンペットなどこのあたりのお店で割引金額もしくは優待料金で使うことができます使えるお店が多いっていうところが一番人気のポイントですかねでやっぱり誰もが知ってるっていうところで非常に底堅い動きをしていますねはい次2つ目の銘柄ですね 吉野家もうこちらももう皆さんご存知の超人気の奇跡の銘柄ですね最近で決算出して業績は回復しているもののコンセンサスっていうあのみんなが出す予想ですね事前に吉野家これぐらい売り上げあるだろうっていうそういうのをあの株に詳しい人がコンセンサスって言って勝手に出すんですけどそこにま届いてなかったと吉野家の決算が ということで、ちょっと株価、大幅に下がってはいるんですけど、優待が2月末っていうこともあって、欲しかった人は結構買い時じゃないかなと、個人的には思ってます。で、吉野家の株主優待なんですけれども、300円の株主優待が10枚綴りでもらえます。注意点としては、お釣りは出ないですね。で、商品詰め合わせセットっていうのがあったんですけど、それの引き換えも終了しています。で、配布に関してはこちらですね、100株から999株の株主で、2月末、8月末で、 半年置きですね。先ほども言いましたけれども、10枚300円のサービス券がもらえます。で、残りは1000株から1999株と2000株以上というふうになっています。吉野家は100株だけでいいと思うんですけどね、吉野家は1000株使い切れないですよね。そこまであっても。はい。 幽体の発送時期に関しては2月末分であれば5月上旬で8月末分であれば11月上旬ということですねで使える店舗なんですけど日本全国の吉野家あとはなまるうどんですねあとアークミールとかいろんなところで使えるんですねはなまるうどんも吉野家も親会社が一緒なのでどちらでも優待が使えます たまに花丸うどんで吉野家でも使えるチケットみたいな売ってたりするんですけどあれは親会社が一緒だからそういうことをしているということですねはい次3つ目の銘柄ビッグカメラですねもうこちらは2月末優待ではもう鉄板中の鉄板誰しもが100株持っといた方がいいんじゃないかなと思うぐらい非常におすすめの銘柄ですねビッグカメラっていうのは2月末と8月末が権利付きとなっていますで8月末が長期保有 の分がどんどんん加算されてていいいくっうううそういう仕組みですね超おすすめ銘柄ということで割ともうブログを始めた頃からずっと言い続けているんですけれども100株保有でも2年以上持ち続ければ年間で5000円相当の優待がもらえます、まあ i s a で買いたい銘柄ですねはい次4つ目の銘柄クリエイトレストランズホールディングスですねこちらの銘柄飲食優待というジャンルの中においてもかなりトップクラスに人気の株主優待ですね 2月末と8月31日と2回権利付きがあります。どの権利付きで何がもらえるかっていうのはこちらの表通りになってます。クリエイトレストランズ使える店が非常に多いですね。ハーベストとかカゴノヤとか磯丸水産とかつけ麺鉄とか、まあ。磯丸水産で使えるってだけでも,もうこの株買う価値あるんじゃないかなって個人的には思うぐらい、えー、他にも,もまだまだいろんなお店で使えるので気になる方は公式サイトをぜひチェックしてみてください。 で2020年売り上げ過去最高を更新する予想となっていますこの銘柄ですね非常に注目されているポイントとしては2020年2月に1株につき2株に株式分割を行いますね株価が安くなってみんなが買いやすくなるっていうことプラス実質的に株主優待も拡充しているのでそこが非常に好感されて今このクリエイトレストラン株価急上昇中ですね優待内容についてはこちらの画像の通りとなっています で、株価はこれ1年チャートなんですけれども、も,うものすごい上がり方してるのがわかるかと思います。このチャートの右端の方なんてもう、株式分割を発表してからのこの上がり方がもう、半端じゃない上がり方してますね。ということで、非常に人気急上昇中の銘柄となります。はい、次はコメダホールディングスですね。僕の YouTube の動画の方でコメダコーヒーがすごいっていう動画を出したら、もう9万再生ぐらいされてるんですけど、まあ、それぐらいコメダコーヒーすごい人気の銘柄で、 何回も言ってるんですけれども、売上営業利益率が非常に高いということで、他のライバルになるサンマルクとかドトールとかって、売上営業利益率っていうのが10%以下なんですけど、米田コーヒーはだいたい25%ぐらい利益率があるんですね。まあ、そこには本当にすごい企業努力というか、社長の手腕が出ているなっていうところですね。社長のうすいさんって方方も結構有名な方で もう本当にこだわりにこだわり抜いて、この会社を経営しているということですね。で、優待自体は2月末と8月末にもらえます。で、100株保有でプリペイドカードですね。これに1000円チャージした状態でもらえます。配当利回りも2%ぐらいあるので、近所に米田コーヒーやってよく行くっていう人は、これ非常におすすめの銘柄ですね。はい。そして最後の銘柄は、西松屋チェーンですね。あの子供服でおなじみの会社ですね。 優待は月月末と8月末ととなっていますで株主優待自体は何がもらえるのかというと、こちらの表の通りですね、100株以上保有であれば、お買い物優待券ですね、それが1000円分が年2回もらえるとで、さらに2020年2月20日より長期優待制度も導入されています、100株保有であればさらにプラス500円もらえるということですね。 でこちらをお勧めしている理由としては、配当利回りも2.2%とそこそこ高い配当利回りとなっています。この会社、自己資本比率が60%ぐらいあって、割と財務状況は健全なんですね。えということで、たまに西松屋行くよーっていう人は、まあ、株価の、株価は大体もうずっと10万円ぐらいなんですけど、この辺の利回りがまあそこそこ高いっていうところと、優待もらえて長期制度もあるっていうところで、 まあ100株だけ持っておいて、ずっと放置しておくっていうのもありじゃないかなと思います。で売り上げは2019年過去最高を達成してて、2020年も過去最高更新予想ということになっています。はい。ということで、2月優待のまとめはこのようになっています。まあ、割と20万円台ぐらいで買える銘柄が多いので、結構良心的な価格じゃないかなと思いますね。50万円ぐらいする銘柄とかもやっぱりあったりするので、 そう考えるととと2月は割といいかなと思いますねやっぱり株主優待でいうともう3月が一番激戦区ではもう人気の超強豪ぞろいなんですけど何気にこの2月っていうのもイオン吉野家ビッグカメラあとクリエイトレストランズとかコメダ西松屋いい銘柄が多いので2月3月って結構。 個人的には株主優待熱いシーズンだなと思ってますで4月とか5月になるともう一気に株主優待減ってくるので,でまた6月からちょっと優待いいの増えてくるみたいな感じなんですけどなのでこの2月と3月っていうのは株主優待好きの方にとっては非常に楽しい時期ですよねで株主優待の銘柄っていうのは大体3ヶ月前ぐらいから優待に向けて株価が上がる傾向があるので もう3月優待とかも今のうちから仕込んどいた方がいいかもしれないですね。で株主優待って初心者の方は結構とっつきやすい制度でそれをきっかけに株を買うってう人も多いと思うんですけど中にはねあの買ってはいけないというか危ない株主優待銘柄っていうのも存在してて自分の業績以上の配当であったり株主優待であったりを還元してる会社とかもあるのでそういう会社っていうのを見極める力が 実は必要で株主優待狙いで買ったんですけどそういう優待が急になくなったりとか解約したりとかでも株価が一気に下がってしまってもう優待以上の損をするっていうことも割とそういうこともあるので僕の周りの友達とかでもそういう人結構いるので。 まあそこは注意していただきたいなっていうところもありますね。先ほども西松屋の時に言った自己資本比率とかですね。あとは EPS、いわゆる1株当たり利益とかですね。この辺を見た方が本当はいいんですけど、そこまで見ないですし、何がもらえるのかっていうところにフォーカスされがちなんですけど、で他の動画とか見ても結構何がもらえるかっていうところに着目してる動画がほとんどなんですけど、 まあ僕はどっちかというとその配当なり優待がちゃんと継続して出せる業績なのかビジネスモデルなのかっていうところにフォーカス結構しててそういう風な観点でこの動画は作ってますんで。 まままあああそれななりりりに大丈夫な銘柄を揃えたつもりではあります。この辺りをきっかけに2月優待でまた3月分の優待については動画出そうと思ってますんでその中からまあ選んでいただく分には基本的には問題ないかなと思いますんで株初心者の方の参考になれば幸いですはい、ということで今後もカム優待の動画出していきますんでチャンネル登録よろしくお願いします以上